はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、マサと偽物はすべて消える、朝倉未来の犯罪者やらせ喧嘩コント、ブレイキングダウンについてです。K1 レジェンド、マサト選手が、木戸治と対談をしていました。そんな中で、注目の発言がありました。現在の格闘技業界、ブレイキングダウンや成り上がり等がありますが、どう思いますかとの質問に答えたのです。最近、偽物が多いということでした。というのも、偽物の煽り合いなど、格闘技の本質ではない部分で盛り上がりすぎているということでした。特に井上尚弥のボクシングを見た後だと、あんなものいらないのではないか、本物のアスリートだけが残るということでした。笑顔で話してたものの、口調は厳しく、あんなのいらないよね、プライドないなと思っちゃうということでした。そして偽物は全部消えるととどめを刺したのです。まあ、トラッシュトークというのはもともとありましたが、どうしても格闘技という、まあ潰し合い、言い方悪いですけど、殺し合いみたいなものは白熱してトラッシュトークなどはありました。ただ、そうではなく、今は偽物。いわゆる、言い方悪いですが、犯罪者を集めた喧嘩やらせコント。もう、トラッシュトークがメインになってしまっているのです。これがブレイキングダウンです。もちろん、マサトさんはブレイキングダウンの部の字も言わなかったですが、案に伝えているのでしょう。というのも偽物ということだからです。USC など本物の中でもトラッシュトークあります。そうではなく、偽物は全部消えると断言していました。で、自身は努力で本物アスリートになった、とのことでした。まあ、これも、正直、マサトさんが言ったように、偽物であるブレイキングダウン、トラッシュトークがメインで、ちょこっと1分間スパーリングするだけのものは、もう消えてると言ってもいいかもしれません。というのも、一番最初に有名になった久保田にしても、もうほとんど YouTube もやっておらず、人気がほとんどありません。数千再生という状況です。で、また、コメオという溝口さんの会社の社員だった人を黙ってオーディションに受けさせ、スターにさせようとしたのですが、やはり偽物、格闘技もできなければ、別に才能があるわけでもないので、結局数字が数万再生しか取れずに、SNS 等々全部やめてしまいました。で、ノッコン寺田がすごいすごいと、ヒョノノスケが言ってましたが、週3000万とか、まあ、どうせ嘘だとは思いますが、言ってたのですが、そんなにすごいのかと思ったところ、これも2万再生とか、話題になってノッコン寺田さえそうなっているので、もうやっぱり偽物というのがバレているのでしょう。まあ、頑張っているのは、武勇伝ハンサムおじさんの飯田さんぐらいです。まあ、飯田さんは、イケメンなので生き残ってるだけかもしれません。で、話題作りのために、ヤーマンが本当しょうもないツイートしてました。まあ話題になったので良かったかもしれませんが、どのようなツイートかというと、朝倉未来に喧嘩を売るようなツイートでした。トライフォース赤坂にはもう行かないと思う。朝倉未来が負けたままそのまま終わるようなダサい男だと思ってなかった。そんな人から教わることはないと言いながら、これ話題になったのですが、実はこの一つ前のツイート、どうしようもないです。ブレイキングダウン大宮代表決定戦すごく良かったと、もうブレイキングダウンの宣伝をしているのです。賛否があると思うけど、一歩踏み出すことに価値があると俺は思う。ブレイキングダウンはその一歩踏み出すきっかけになっていると思う。応援したい。と言った後に、ブレイキングダウン代表のことをディスってるツイートしてます。まあこれはただ単に、もうただ炎上マーケティングじゃないですけども。今週末にブレイキングダウンがあるので、ブレイキングダウンの宣伝をした後に、朝倉未来に多分相談されたのかわかりませんが、朝倉未来に喧嘩を打ったふりをして炎上してるのです。しょうもないやらされと言っていいでしょう。全然本心ではないことは確実だと思います。で、このような偽物ばかりのものはやはり、マサトさんが言うようになくなっていくのでしょう。何が偽物かというと、最初朝倉未来は不良や。まあ犯罪者を更生させるためにとかいう大義名も言っていましたが、久保田というのはまあ逮捕されて出てきて、で朝倉未来の企画でブレイクして、その後ブレイキングダウンでオーディションで椅子で暴行し流血事件を起こし、タコシーの運転手に暴言を吐いたり、でこの暴行事件で無期限謹慎となりました。その後も彼女への DV で逮捕されました。もう構成どころか悪化してます。じゃあ構成が目的だったというならば、このまま出さなかったらいいのですが、今週末のブレイキングダウン出すのです。ですので構成っていうのは嘘で、犯罪者を使って、まあ、炎上させてブレイキングダウン、ブレイクさせたいのでしょう。ですので、まあ偽物と言えるでしょう。金儲けのために犯罪者を使って炎上させてるだけです。これもっと調べてみようと思い、朝倉未来くんの偽物といえば、朝食ミルクというわけのわからないやつがいました。そこの動画を見に行ったところ、YouTube はもう11ヶ月前にやめてます。まあこれぐらい偽物というのは続かないのでしょう。で、朝倉未来くんはブレイキングダウンではない、もうすごいイベントを来年中に作りたい。と言っていたので、おそらくザ・マッチの偽物、ザ・メッキというのを開催し、大赤字になるのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日10時からライブ配信ご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。